私も気持ちで立ち向かっていきたいなって思ってます。サードマッチ、シングルマッチ、20分一本勝負を行います。青コーナー、162センチ53キロスカイブルーの未来戦士、岩谷麻優。赤コーナー、158センチ50キロユズポンキックがさえ渡るグラレスラー、相川ゆずき。Okay, ready, go!
い、まだ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 ブラ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 まだ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 yeah.
疲れ様でした。お疲れ様でした。かなり研究されていたような感じですか。そうです、もう本当に最初から序盤からもう足ばっかり攻められて、もうすごい効いたのでなかなか得意のキックが出せなかったのが、はい、それでなかなか決まらなかったっていうのがあるんですけれども、で前も前回だとあの後ろ回し蹴りでスポンキックブルーンなんですけど、それで、はい、あのホールド取れたんですけど、今回返してきたので本当にびっくりして、じゃあと思ってとっておきのシャイニングユザードを、はい、出したらバッチリ決まったのでよかったなと思いました。完璧に決まりましたね最後。そうですね、はい、気持ちよかったです。あの岩谷選手、イズポンキックを振り出しましたけどどうでした？あれは、あれあの結構聞いたんですけど、まさか出してくると思わなかったのでびっくりしました、はい、やっぱすごい蹴りは本当気をつけないといけないので、すごい研究したんですけど全部を読み切ることはできなくて、すごいなんか何発か当たって本当全部見切れなかったのがすごい悔しいです。で最後も蹴りで負けてしまって、それに自分の技もすごい失敗しちゃって、ちゃんと相手にダメージを与えられなかったのがすごい悔しいし、もっともっと研究してまたユズボンとシングルで戦って今度は自分が勝てるようにできればいいなと思います。